Weekend, Weekend. The Rampage. Weekend, The Rampage. With Keen, Riku.さあ23時になりました。ウィーキッドザランページ放送していきます。お相手はザランページリーダーのジンとボーカルのリクです。皆さんこんばんは。こんばんみ。さあということで5月ラストの放送ということで、うん、いや早いものであっという間ですねということなんですけれども、あのランページはいよいよ、まあこれ1週前に収録してるんですけれども、ね、いよいよ明日からアリーナツアーがスタートということでね。多分今あれじゃない、芸能終わって、うん、ホテル戻っておのおの体をケアして癒してるよね、うん、ぐらいの感じかな、うん、だからもしかしたら見に来られる、初日見に来られるファンの人たちも、はい、まあ、前日入りしてる方もいんのかな、もしかしたら ね前乗りしてる方もいらっしゃると思いますし、うん、当日は朝早くから来てくださる方もいると思いますし、ね、いやもうこのねやっぱ初日迎える前っていうのが、ね、なんか一番ねなんかそわそわするというか、なんかさちょっとこう乱雑な言葉かもしれないけど本当に気持ち悪いんだよね、うん、あー、うん、そう分かる、うん、なんか落ち着かないというか、そうなんか、まあ、ずっとなんかこうってなってる、そう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 心中穏やかではないっていう、ね、そうそうそう感じなんですけれども、はい、まあねとはいえもうここに来るまでにもう数ヶ月をね、うん、時間を費やしてきたんできっといいステージになってるかなと思うので、う、ね、まあ、今年初めてランページのツアーライブ見に行くよっていう方もですね、うん、一緒にね、お友達のレイバーズの皆さんたくさんいらっしゃると思うので、うん、会場でねグッズ見たりとか、はい、まあ、ライブ以外でも楽しめるものたくさんあるので、ぜひ楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、はい、ということで、まあね、ちょっと雨もちらほらね降ったりやんだりみたいな時期ではありますけれども、うん、明るくね、今週もやっていきたいなと思います、はい、それでは行きましょう。 Weekend of the Rampage。お送りした曲はザランページで16ブースターズでした。ウィーキンドザランページ、お相手はザランページリーダーのジンとボーカルのリクです。よろしくお願いします、はい、ということで番組終了後の11時半からニコニコチャンネルさんでね、うん、スペシャルな動画配信、ラジオの動画配信バージョンもあるので、うん、そちらもぜひ見てください、はい、ではこちらの企画いきましょう。タンゴメール。まあこのウィーキンがね結構メール、あの企画のメールが複雑すぎて、そんなの私僕は送れないよという方がいらっしゃるので、はい、まあ、これは単語ね書いてもらうだけです、うんうん、それについて話します僕らが。じゃあ早速、はい、神奈川県つゆさん、つゆさん、あごめんなさい間違えた、ラジオネーム人力と一緒にマキシマイザーさん、はい、梅雨それをラジオネームやと思ったのね、梅雨だ、すまねえ冒頭で言っちゃったな、梅雨、確かに梅雨ね、梅雨ね、あどう、梅雨の時期はジン君的に、うん、プラスかマイナスかで言ったらどっち、どっちでもないな、あ嘘、フラットだ僕、だから天気であんま左右されまいというメンタルでやってるから梅雨でジメジメしみんな気分下がるなと思ってるけど僕逆行くんですよ。いや梅雨だからこそ気合い入れるっしょみたいな、雨降ってるからやっぱもうガチガチ気合い入れていくよみたいなメンタルなんで、多少の雨だったら傘刺さない、全然刺さへん刺さへん全然刺さへん、なんなら早歩きでやべえそうね、だからあんまだからない影響はないから、なんならお昼時でランチのお店とか空いてるからラッキーぐらい、うん、確かに確かに、うん、まあ女性はね湿気とかねちょっとこう髪の毛せっかく ねセットしてもさ、そうそうそう、ちょっと、ま、巻き巻き取れちゃったりとかちょっと不具合多いかもしれないけど、うん、まあまあまあ大事な時期ではあるよね。いやそう、そういうでもね、まあジメッとして嫌やなって思う時こそもうやっぱハキハキ歩いたら意外と元気出るんで皆さんやってみてくださいもうあえてここタクシー乗らずにもう歩いたろうぐらいの、ポジティブすぎるなすごい、まあ発想の転換だね、そうそうそう、はい、ラジオネームちーさん、はい、5月病、ああ、うん、まあゴールデンウィークもあるしね、そもそも5月病っていうのはその梅雨から来るようなものなんですか、これのよく意味が僕はあんま分かんないんですけど、ゴールデンウィークで休んで、その後にしんどいな、仕事とかしんどいなが来ちゃうっていうことか、その
休み連休でこうのんびりしてるのが自分なんかデフォになっちゃって、うん、普通今まで普通に仕事してたのに同じことやってもちょっとしんどくなっちゃうっていう。あーいや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 まあでも仕方ねえよな、そんだけ休みは。うん、我々はもうありがたいことにフル稼働させていただきました。ゴールデンウィークなかったからね。ないから今なおだって連勤続いてるもんね。ゴールデンウィーク なかった人いるんだという情報を今僕らが与えるんで、それで治ったりするんじゃないですか。確かに。あ、そもそもなかったの皆さんは。ないからゴールデンウィークこと、そういう人もいるよっていう、はい、あの出来事を。はい、もう、まあ、ね、リスナーの方でもね、そうやって忙しかった方もね、うん、ね、そうね、いらっしゃると思いますよ、はい、きっとね、ほんまに。お疲れ様です。お疲れ様です。続きまして、愛知県めぐみさん、移動距離。あ、そう、そのね、ランページが、うん、先月までリリースイベント。これね、ね、なんだから、ある、どなたかのツイートかな、かなんかで見つけたんですけど、うん、俺たち、はい、日本往復してます、移動距離、総距離、総距離だから約2週間で、まあ、シングルのイベントとアルバムのイベントを同時並行させてもらってて、それがちょうどゴールデンウィークの時期、まあ、皆さんがね来やすいっていうのもあって、その時期に設定させてもらって、それの総距離が日本を往復してた。6000キロ以上移動してます。わー、やばすぎ、マジで。何時間揺られてたんやろっていうね。まあそうね、まあでもイベントやらせてもらった時間と同じぐらいは移動でも時間は使ってるんじゃないかな。うん、そうね、だからその行ってで、たまに東京帰ってきてったらほんまに一瞬やけど、でその時にジム行ってトレーナーさんに体見てもらってバランスとかこうやってやった時に、やっぱバランスが悪なってますって言われたんですよ。だからずっと座りっぱなし立ちっぱなし移動して、で意外と体動かしないから大丈夫なんかなと思いきや、そういう普段の生活をしてるだけでも、あ、ちゃんとやっぱり軽い運動はしとかないとバランスって悪くなるんやっていうのを知ったんで、多分いつもデスクワークでね仕事されてる人とかも、うん、きっと定期的にそういう整体、ね、まあ、行ったりとかしてあげた方がいいんじゃないかなって僕もね気づいたんですよね。違いない。はあ、続いて、リクルー希望のマナカさん。うい、なんだい、偏頭痛。この偏頭痛 ね、まあ、ねこの時期ね多い。でも初めてなんだっけな、いきなりちょっと天気崩れた時があって、うん、まあ、気圧、うん、で頭痛いなって感じ た、うん、初めて来たよ。そんな喜ばしいことじゃないのよ。いや、なんかこう年かなみたいな。年なのかな。偏頭痛って何って思ってたから今まで。あけど来たね。あ、気温のね、まあ、気温とか温度、そう、なんかその食らったよ。あんのかな、湿度とかのあれで、うん、あ、川島さん結構強い偏頭持ちですか。偏頭持ち、これはなんか薬とか飲むんですか、ロキソニン的なものとかを、うん、あ、大変だ大変だ、なる前に飲むね。あ、もう来るなって分かるんですね。うわ、やば、プロだ。トップ偏頭痛持ちっすね。プロのトップ偏頭痛、偏頭痛、偏頭痛。いや、なんかそう、雨で多分その湿気でっていうことじゃないですか。僕は日頭痛とかあんまないんですけど、うん、なんかそういう時って雨の音とか聞きに行けばいいんですよ。そう、雨の音を聞くという集中力を使うんですよ、集中する、うんうん、なんか雨嫌やなとか、なんか偏頭痛になりそうでとかじゃなくて、マジで雨の音、あ、自然の音ってこんなんなんだ、ビシャ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 で、そっちで雨に興味を持ち出すと多分治ります。なるほど、はい、続きまして千葉県の青浜カレンさん、はい、進撃の巨人。あ、もうこれはリクさんが激ハマりしてる。いや、まあ、進撃の巨人ね、僕でもだからもう本当に一番ファイナルの長編だから後編、一番最終話の後編がの配信待ちですよ僕は。今で髪の毛もリヴァイ兵長みたいな髪にしましたし、ツアーはねそんな感じでやっていこうかなと思うんですけど、ミカサが推しキャラなんでしょ。ミカサ好きですね。ミカサはどういうとこ？なんかなんだろうな、なんかツンツンしてるけど、なんかたまになんかポッみたいな感じになるじゃないですか。なあれが結構いいな。不意に出る女の子。そうそうそう。もうちょっと髪の毛伸ばしてくれと思ってたけど。まあ、個人的な、はい、意見です。てかエレンさ、竜に似てない？エレン。闇落ちエレン。あー、似てるかも。髪結んでるしさ。うん。竜もたまに闇落ちしてる時あるもんな。嘘ですよ。かわいい。そうです、はい、茨城県全力ぶちかまし少女さんから体力テストやったな。
僕中学生の時シャトルランめっちゃ強くて、何やったかクラスでも凄まじい、あの負けん気なんかその、まあ、勝負とかあんま好きじゃないですけど、でもそういうなんて意地の張り合いみたいになった時とかは覚えて、それだけは強かった。あのなんか音が鳴るんですよね、なんかでなんかどんなドレミファソラシドみたいな音があって、ててみたいな、その間に距離を20メートルだよね、20メートルか距離を、それがどんどん速くなっていく。15メートルだし、今やったらどうなんのかな、体力テスト、まあ、体力上がってるんやろうけど、うん、どうなんやろうな、やってみたいな。あれですよね、前屈とかそんなんも全部体力テストですよね、入るね、総合の点数みたいなランページでやって叩き出しみたいな、誰が1位、まあ海星1位か、海星じゃない、ああ絶対ああいう人クラスにいてたら嫌やったわ、絶対モテたし、ああいう結局学生の頃ってやっぱスポーツできる人か、うん、ちょっとやんちゃな人はモテるんで、はい、で当時欲しかったなって思うやつ海星全部持ってるもんね、うん、本当に全部高身長イケメン、うん、運動できる、うん、頭いい、うん、逆に何ダメなとこどういうとこ泣くねみたいな、ずるいやあるよ、え弱点はあると思うんだけど、うん、あの一個のことをこう集中して視野がめちゃめちゃ狭なる時それ可愛いな、うん、以上です、はい、ということで以上単語メアリでした。Weekend The Rampage リクの部屋。やあみんな、リクだよ。こんばんは。だんだんと暑くなってきて、涼しげな空気出す頃だけど、あんまり肌の面積が多いと僕の鼻からの出血が止まんなくなっちゃうから、誰が言う、気をつけてくれよ。一番肌見せてる。でも僕が肌けたらみんなはたっぷり見ちゃっていいからね。だからいつも肌けてるやん。カモン凝視って感じ。それじゃあ今日の名言を紹介するね。愛は自由の子なのであり、決して支配の子ではない。バイ、エイリヒ・フロム。シンプル。今日はシンプルですよ。なんかわかるよ。説明しなくてもわかるよ。愛っていうのは、いや、わかるわかる。時に重たく、なるものです。うん。そうだ、支配。かといって、支配ってことでしょ、それは。誰にも、人のこと支配する権利なんかないよ、うんうん、一番愛があるんだったらその人の自由にさせてあげるのが一番ベストなんじゃないかってこの人は言ってるんじゃないかな、うん、まあできて当然なんだけれども、その台本トントンすんのやめてよ。できて当たり前やねんけども、逆に分かりにくくしてるって説明でね。なるほど、エリヒ・フロムさん。なるほどね、フロム。じゃあ僕リクからこの言葉を送るよ。好きなら信じてやれ。お後がよろしいようで。どうと、そろそろお別れの時間みたいだ。じゃあ最後に僕からラブミュージックをプレゼントするね。ラブミュージック。いつかみんなのことを落としちゃうから。お？それまでいい子にしてるんだぞ、プリンセス。プリンセスのプー。すごいな、強調が。それでは聞いてください。これはどうやら僕からのラブミュージックではなくて、川島くんからのラブミュージックみたいだ。セラマサノリ&ツイスト。セラさんや。セラさんや。引き金。お送りした曲はセラマサノリ&ツイストで引き金でした。Weekend The Rampage King Riku The Rampage from Exile Tribe。さて、ここからはこんな特別企画をお送りしましょう。エナジー大爆発ベイベーレコメンド。さあ、僕らが素敵な音楽を紹介するレコメンド企画です。今回はエナジー大爆発ベイベーレコメンドということで、もうあのツアー直前にもうエナジーが爆発するぐらい高まる曲をですね、2人でセレクトさせていただきました。たまに来るこの音楽番組っぽいやつね。そうですよね、はい、まあ普段僕らもね、音楽とともに生活をしてるわけですから、はい、洋楽邦楽問わずいろんな楽曲を聴くわけで、うん、その中で今一番、まあ僕が、まあ僕からちょっとチョイスさせていただくんですが、うん、ある格闘家さんの入場曲なんですけど、うん、はいはい、それをね、生で見に行って聞いた時にもうちょっと鳥肌が立って、うん、
でそこからまあジムで気合い入れたい時とかトレーニングの終盤で絶対に流す曲がこれっていう楽曲なんで、うん、まあまずは聴いていただきたいと思います、はい、ジンのレコメンドこちらです。じゃあということでこちらの楽曲をお届けしているのは303で Touching on My という楽曲。これあのタケルさん、うん、でビーケにもねあの出ていただきましたがタケル選手の入場曲、ね、あのね世紀の一戦の時の、うん、まあ僕も見に行かせてもらっててこれがね大音量 で流れてステージの上から登場されるんですよね。あの時になんかこうまあお互いまあタケルさんもそうですしね天心さんもそうなんですけどやっぱお互いの背負ってるものをなんかもう人生をぶつけるぞっていうのがこの曲とともになんかこう感じられた瞬間というか人がこう、まあ、大げさかもしれないんですけどやっぱ命をかけてやることってやっぱ凄まじいパワーを持ってるんだなっていうこの曲を通してまあそれを感じさせてもらってそっからこの曲に激ハマりしましてなんか、うん、結局ね人間なんで自分に甘えたりもしてしまうしみたいなことをなるべくそのやっぱアスリートとして自分もプロとしてやっぱそのレベルを高めていきたいって思うときにいつも聴く曲なので皆さんもねなんか負けそうになったときとか聴いてねあジンがこんなこと言ってたなちょっとでもね思っていただければなと思ってチョイスさせていただきました。はいということでお聴きいただいたのは303で Touching on My でした。では続きまして僕リクがセレクトした楽曲になります。うん、まあ聞いたらですね、うん、無条件に気持ちがパッと明るくなるかなと思って、いいですね。まあエナジー大爆発そんな、メッセージが込められております。うん、聞いてください。ミセスグリーンアップルさんでケセラセラ。はいということでお送りしたのケセラセラなんですけども、うん、ケセラセラってあのまあなるようになるとか、ほうまあなんとかなるみたいな、うん、そんな結構いろんな意味があるんですけども、まあ時の流れに身を任せじゃないですけども、でもなんかその、この優しいこうメロディーラインの中に、高い歌唱力で、すごくこう歌詞自体は男らしく、力強い、うん。私を愛せるのは私だけだよ。つまり、なんか優しい言葉でもあるんだけど、なんか僕が聞いた時に、自分を良くするも悪くするも、うん、自分のやり方次第なんだぜ。っていう意味で愛せよ。おー、なるほどね。そしたらきっと、あの高い壁も時間はかかっても打ち破れんだろうっていうことをあのおっしゃってんのかなと思うとこっちまでなんかこうそれこそエナジー大爆発もっと頑張ろうって思える。だから最近毎日聞いてます。いいですね、明るくなりますね。はいということで、お聞きいただいたのはミセスグリーンアップルでケセラセラでした。いいですね、もう速攻次のお題考えないですね。確かに。まあ、たまには、まあ、この時間帯なんで、ディープな曲もいいですけどね。おうおう、うん、ちょっとこう、ディープ大人な、ああ、シックなんて。じゃあ、R18 ソングフェソングで。フェソングです。フェフェフェソングフェチョメソング。チョメソングやって。チョメソングにしてたよ。チョメチョメソング。フェチョメチョメソング。IQ 低。やべえ。IQ 低いな。はい。うん、そうですね。テーマとしてはセクシーな曲。うん。まあ、皆さんが聞いた人たちが、こう、フェフェフェって夜中慣れるような曲を、じゃあ僕らがチョイスするということで、よろしいですね。任して。はい、ということで、以上、エナジー大爆発、ベイベーレコメンドでした。さあ、ということで、ここで一曲お送りするんですが、こちら、ランページのね、16人の中でのパフォーマーが、5人で、まあ、ユニットというか組んでいるマッシブ・ザ・ランページの新曲なんですけれども、こちらが26日に配信がスタートする楽曲。今日の0時ということで、そちらの楽曲を流したいと思いますので聴いてください。マッシブ・ザ・ランページで夢は夢のまま。さあベイヘムからお送りしてきましたウィーケンド・ザ・ランページ、そろそろお別れの時間です。この後はニコニコチャンネルでスペシャルな動画配信を行います。皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいので詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてください。はい、ということで、もういよいよねランページ明日からやるよ。アリーナツアーが始まります。全国静岡、エコパーアリーナからスタートということで、はい、今回はねもうステージの形そしてライブの内容、
グッズもろもろ本当に新しいランページが見れるんじゃないかなというふうに思ってるので、まあね、タイトルがツアーのタイトルが16なんで、まあ僕ら16人いるんですけど、そんなメンバーの良さが全部詰まった、ツアーになってます。あのランページの、ね、ファンクラブも、ありまして、去年からね開設されたんですけれども、そちらのファンクラブのブースもね会場にあったりとか、はい、あとライブ開演前にちょっとこうね会場で試作というか面白い、まあそういうのがあったりするんでまだ言えないですけれども、 あとはそのツアーのね、はい、あのこの後の動画パートで、そうそうそう、僕らの作ったグッズを紹介していきたいと思います。はい、そちらもぜひチェックしてください、はい、ということでアリナツアー頑張りたいと思います。ショレということで、ウィーケンドザランページ、ここまで送りしたのはザランページリーダーのジンとボーカルニクでした。また来週、バイバイ。